あ、女子今日アンパンマンじゃないの見てるな。やはり世界の王になるにはジャーゲンくらいはペットにしないとダメなのか。変な B 級映画見てる。博士、博士、ジャーゲンは絶滅しちゃったのですか？何が絶滅したって？ジャーゲンですよ、ジャーゲン。ジャーゲン。ジュラーゲン。ジュラーゲン。ジャーゲン。あ、それですそれ。なんでネイティブ発音で覚えてんだよ。ドラゴンはもともと空想上の生き物だからね。ええ。じゃあ中島みゆきの銀の竜の背に乗ってってのは完全に統合失調症のたわごとだと？わからないよ。銀色の服着た竜さんって人におんぶしてもらってるかもよ。どの道頭はおかしそうですね。とにかく僕は強いドラゴンが見たい。獰猛なドラゴンをめでたいのです。じゃあコモドドラゴンって動物はどう？じゃあゲン、いるじゃないですか。嘘つかないでください。でも博士、子供のドラゴンじゃなくて大人のドラゴンが欲しいです。いや、子供じゃなくてコモドドラゴンって名前ね。あ、名前ですか。とにかくその皇帝虫に行くので詳しい概要を教えてください。詳しくなのか概要でいいのか。コモドドラゴンはコモドオオトカゲって言うんだけど、絶滅危惧種に指定されている世界最大種のトカゲだね。体長は3メートルを超えるものもいて、体重はお腹の中に入ってるものによるんだけど、まあ大体70キロから140キロぐらいって言われてるね。インドネシアのフローレス島やコモド島などに生息している。体の色は生体で焦げ茶色、子供の頃は少しオレンジがかってる。かっこいい。恐竜みたい。まさにドラゴンですね。まあ厳密に言うと恐竜とは全然違う部類なんだけど、見た感じは恐竜っぽいってのは理解できる。初めてコモドドラゴンを見たオランダ人がドラゴンは実在したって本国に報告するほど衝撃を受けたみたいだね。こいつは思ったより高スペックでとても怖い動物なんだ。いいぞ、かっこいいぞ。初期の会話じゃん。コモドドラゴンのポイントは運動能力と毒とストーカー気質といった感じかな。コモドドラゴンは肉食、森林に住んでいて鹿とかイノシシ、水牛なんかを食べる。生息している島では食物連鎖の頂点に君臨している。生きているものも食べるけど死肉も大好き。なるほど、餌はお肉と。狩りのスタイルは待ち伏せ型。近づいてきた獲物に飛びついて前足の鋭い爪と大きい口でかぶりつく。色も現地の保護色になってるから結構気づきにくい。コモドドラゴンでまず注目しないといけないのは顎の力。一噛みで鹿なんかを転倒させてしまう。しかも歯はサメと同じような形状なので入り込むと引き抜きにくくなってる。そして一度噛まれた相手は毒と口の中に大量にいる細菌にやられてしまう。コモドドラゴンが持っている毒はヘモトキシンといって溶血作用がある毒。血が溶けるのですね。そう、噛みついた時に歯茎から毒が染み出てきて傷口からそれが入り込むんだ。そうすると血が止まらなくなって失血死することがある。加えて腐った肉なんかを食べてるから口の中には腐敗菌がうじゃうじゃ、それが傷から入って敗血症を起こすと考えられている。一度でも噛まれたらかなりまずいですね。体重が1トンもある水牛でも噛まれたら1ヶ月くらいで生き絶えると言われてるね。そしてこいつはスタミナも結構あって執念深い。時速は最大20キロぐらいと結構速いし、ずっと追いかけてくる。嗅覚も優れていて数キロ先の獲物も認識できるらしい。だからコモドドラゴンは獲物に一度噛みついたら何日もその後を追い続けて相手が弱るのを待って食べるんだ。思ったよりネチネチしてるな。でも水の中とか木の上に逃げればなんとかなりそうですね。それがこいつは泳ぎが得意で潜水もできる。木に登ることだってある。いやあ、空を飛ぶ以外に逃げ場所がないですね。実際に人間も1974年から30人くらい襲われていて、そのうち何人かは亡くなってる。寿命はどれくらいですか？やっぱりドラゴンだから数百年くらい生きるのかな。成体になるのにだいたい5年くらい。全体の寿命は 5,60 年ってところだね。なんだ、がっかり。でも繁殖の仕方はすごいよ。お、どんなですか？最近も話題になってたんだけど、いろいろな動物園で単位生殖に成功してるんだ。単位生殖って？コモドドラゴンはメスだけで卵を産むことができるんだ。それはすごい、伝説の生き物っぽい。単位生殖ができる脊椎動物はとても珍しくて70種くらいしかいないとされている。コモドドラゴンの単位生殖が最初に報告されたのは2006年。
卵子が別の卵子と受精することで発生し、生まれてくるのは全てオスなんだけど、まあそれでも十分すごいよね。でも博士、そんなスペックならこのままだと地球がコモドドラゴンに支配されてしまいますよ。絶滅危惧種なのに？まあ強いて言うなら、コモドドラゴンの天敵は人間。人間は獲物でもあり天敵でもあるというわけだね。あとは気温も必要で、活発に活動するには30度前後の温度が必要になるね。そうなんですね。でもこの子なら僕の最強のペット集団に加えてもいいですね。飼えるのですか？コモドドラゴンは特定動物に認定されてるから、事前に都道府県の許可を得る必要があって、まあ普通に考えて動物園とか場合によっては教育機関くらいにしか許可は下りないだろうね。でも子供の頃から育ててると人間にも懐いて犬みたいにお散歩できるって話もある。毒が関係ない、僕なら飼えそうなのにな。多分だけどラーテルみたいにボコボコにされちゃうよ。それで結局僕に泣きつくんだから、やめといた方がいいと思うよ。残念。でもコモドドラゴンはさっきの単位生殖の話だったり、血液の中には抗生物質が豊富に含まれていたり、治癒能力があるんじゃないかって話もあって、研究対象としてはとても魅力的な生き物なんだ。学術的な発見からまだたったの100年ちょっと。毒があることも割と最近分かったので、まだまだいろいろな発見があるかもしれない。じゃあマイクロブタみたいに小さい子供コモドドラゴンができるまではテイムは我慢します。もうそのトウモロコシかトウモコロシかみたいな言葉遊びやめな。子供コモドドラゴンどももどこでもどこも使い放題プラン。頭がおかしくなる。動物関連のラフなチャンネルですよ。高評価とチャンネル登録してね。コメントも待ってますぜ。